ゆるキャンバーチャルキャンプ元スコ編。リンちゃん、お元スコにキャンプしに行きませんか？元スコか。この時期なら人も少なくて落ち着いてるかもね。うん、どうかな。いいよ。やった、じゃあ計画立てるね。空いてる日教えて。わー、楽しみだな。風も穏やかだし、しばらく焚き火なしでも大丈夫そうかな。まずは記念に写真写真。リンちゃんも撮ろう。え？ああ、じゃあ撮るよ。なでしこちゃん、最近キャンプ行きまくっとるな。リンも楽しそうだね。斉藤が朝から起きてるなんて。今日めっちゃ寒いから気をつけろよ。うん、気をつけつつしっかり冬キャン楽しみます。何ニヤニヤしてるんだ。いや、これから明日の朝までキャンプだと思ったら嬉しくって。まあ気持ちはわかるけど。リンちゃん、今日はいっぱいのんびりしようね。だな。見て、富士山。いい感じに撮れた。ほんとだ！写真で見る富士山も綺麗だね。だな。私も後で撮ろうかな。冬の日向ぼっこも、おつですな。私はこの、ゆっくり暖かくなってく感じ、好きだな。うん、なんだかのんびりするよね。ふぅ、でも風は冷たいね。まあ冬だからな。リンちゃん、真っ青といえば何？急にどうした？空が青いなーって思って。なでしこにとっては何？ブルーハワイ？食べ物か。そろそろ焚き火しようか。うん、焚
き火しよう。煙臭くなるけど、この暖かさには勝てない。鹿。お？鹿。鹿がどうしたって？しりとりしよう。鹿か、かなぷん。りんちゃんの負け。夕焼けってどうして夕焼けって言うんだろうね。空が焚き火してるんだよ。おお、りんちゃん素敵ですね。やめろ、恥ずかしくなってきた。日が沈んでくるとキャンプ本番って感じするよね。わからなくもない。楽しいよね。晩ご飯作ったり、晩ご飯食べたり、マシュマロ食べたり。食うことばっかじゃねえか。焚き火ってなんかいいよね。見てると落ち着く。私はね、やる気が湧いてくるんだ。やる気って何の？料理。悪くないね。焚き火に薪足そうか。うん。あ、用意してたの結構使っちゃったね。ほんとだ、いつの間に。暗くなる前に集めておく？そうだね。でも多分なんとか足りると思う。わかった。お、ちゃんや、そろそろ何か飲まんかね。出たな、田舎のおばあちゃん。何にする？コーヒー。あ、お湯沸かすからちょっと待ってて。写真、写真。何撮ろうかな。お、りんちゃん、撮っていい？まあ、いいけど。じゃあ、行くよ。いい感じ。野生のシマリンじゃん。写真に収めるとは、なでしこちゃんやるね。
キャンプ場では遭遇率高いらしいで。おい、お、もう一枚撮りたいなーと。別にいいけど。ありがとう。それじゃあ撮るよ。へへへ、バッチリ。よかったな。お、もう一枚どうでしょう。なんでだよ。そこをなんとか。まあいいけど。やった、行くよ。ありがとう、リンちゃん。お、そろそろ夕飯の準備しようか。うん、今日も作るよ、おいしいキャンプご飯。今日作るのはピリ辛スープカレー。まずは鍋ですりつぶしたニンニクと種を取り出した鷹の爪を焦がさないようオリーブオイルで炒めます。次に鷹の爪を取り出して水、コンソメ、一口大に切った野菜を加えて煮込み、柔らかくなってきたらルーを加え、もう少し煮ます。またこの間、卵を半熟に茹でておきます。最後に器に盛った雑穀ご飯にカレーをかけて、あらかじめ素揚げしてきた野菜と水菜、ミニトマト、ローストビーフ、先ほど取り出した鷹の爪と半熟卵を乗せたら出来上がりです。遠慮しておこう。それじゃあ、いただきます。でした。はあ、具沢山で美味しかった。本当？よかった。今度は違うアレンジカレー作ろっかな。なでしこ、よくメニュー考えつくよね。好きなんだ、料理作るの。喜んでもらえたら嬉しいし。そっか。お、お菓子あるけど食べる？また食うのかよ。えひひ。
えねえ、凛ちゃん、お月様って何に見える？月。もう、多少はペーソスを聞かせなきゃ。そもそも形じゃなくて、模様がどう見えるかでしょ。あ、そうだった。ねえ、凛ちゃん。夜になると、波の音が大きくなってる気がしない？そうかも。周りが暗くなって、音に意識が行くからかな。不思議だね。なんか水辺の方、いい感じな気がする。行ってくる！暗いから、あまり近づきすぎるなよ。月が反射してて、綺麗だな。帰り。ただいま。夜はやっぱり秘密結社ブランケット。秘密結社、表に出てきすぎだろ。うん、でも寒い中にブランケットってたまらない組み合わせだよね。ちょっとわかる。冷え込んできたね。日が落ちると一気に気温下がるからね。それにちょっとトイレ行きたいかも。行ってきなよ。無理無理無理、だってトイレまでの道超暗いんだもん。どうしても行けって言うなら凛ちゃんついてきて。なんでだよ。そういえば、最近自転車使ってないの？原付の免許取ってからは、だいぶ使ってないかも。自転車にキャンプ道具積んで運ぶの、結構大変だもんね。あれはあれで割と楽しいんだけどね。わかる。私も自転車漕ぐの好き。お。星すげー、綺麗だね。お、UFO。 またまた、嘘でしょ。本当だった。ほら、あれ。え、どこ？嘘。新しいパターンだね。食後に一杯、何か飲まない？うん、飲む。あ、
それで何にする？コーヒー。わかった。ちょっと待ってて。夜になって寝るまでのこの時間なんか好きなんだ。ん？ランタンつけても暗いから本もあんまり読めないんだけど、その分他のものが見えるっていうかさ。それにこのキャンプ場、天気が良ければ夜でも富士山が見えるでしょ。湖の向こうに。そう。だからなんか好きなんだ。やっぱり綺麗だね、夜の富士山。お、今度はどうした？寝る前にコーヒー飲んじゃった。目が冴えちゃうかも。ああ、スープとかにしとけばよかったな。ううん、大丈夫。私結構ぐっすり寝れるから。何だったんだよ。わびさびってやつじゃよ。違うだろ。じゃ、おやすみ。おやすみなさい。そろそろ時間だな。支度しようか。あ、りんちゃん。帰る前に一緒に写真撮らない？実は、いつもとちょっと違うやつがありまして。え、そうなんだ。それじゃあ、撮るよ。どれどれ？おー、いい感じだな。じゃあ、帰るか。そうだね。また、来たいな。え、なんか言った？なんでもない。また来ようね、りんちゃん。元スコで撮りました。おお、すげー。あ、でもなでしこって360度カメラ持ってたっけ？先生の妹さんが貸してくれたんだ。めっちゃ綺麗に写っとるな。私もキャンプ行きたくなってきたよ。よし、グルキャン計画するか。いいね。シマリンはどうする？行こうよ、リンちゃん。考えとくよ。やった！
ゆるキャンバーチャルキャンプ元栖湖編。